こんにちは、エルバスファームです。今日はアガベというか植物全般に言えることになりますが、生育阻害を引き起こす主なストレスをいくつか挙げ、そのストレスが植物にどんな影響を与えるのかをご紹介したいと思います。アガベが感じるストレスは水分欠乏や高温ストレス、強光ストレスなど様々あり、皆様も気をつけていらっしゃると思います。ただアガベがストレスを受けている時に植物内ではどんなことが起きているのか、またどんなことが起きてしまうのかまで考えたことはありますでしょうか。健康的な株を育てるために知っておいて損はない情報だと思いますので、今回も最後までお付き合いいただけますと幸いです。では今回の内容としては、アガベの管理でよくありそうな環境ストレスとして、水分欠乏、無機栄養素の欠乏、高温ストレス、強光ストレス、凍結を挙げ、これらが発生した場合の影響についてお話しいたします。それでは今回も見ていきましょう。ではまずは水分欠乏からお話しいたします。水分欠乏による植物への影響をまとめるとこちらになります。細胞・葉の伸長抑制、細胞・代謝活性の低下、気候閉鎖・光合成の阻害、葉の離脱・炭素の分配の変化、細胞の崩壊・空洞化になります。他の生物同様に植物も水は細胞容積最大の割合を占め、また最も欠乏しやすい資源と言われています。植物に吸収された水分は主に蒸散により約 97% が大気中に失われ、残った 3% のうち 2% を体積増加や細胞伸長に使い、残りの 1% を光合成を中心とする代謝に使われています。これを聞くと植物にとって水分はとても貴重な資源だということがお分かりになると思います。実際に環境ストレスは様々ありますが、特に水分欠乏はアガベを含む植物全般に様々な影響、そして甚大なダメージを与えてしまいます。ことアガベに関して言えば、締めるために水を切るということがよく行われますが、健康的かつ生育をよく促すには水はとても重要な役割があります。不足することにより先ほどお伝えしたような様々な影響を及ぼすので、締めるためにといってもほどほどが良さそうですね。では続いて無機栄養素の欠乏についてお話しいたします。無機栄養素の欠乏は植物の様々な代謝障害を引き起こします。それぞれの栄養素がどんな役割があるのかはまた別の動画でご紹介しようと思いますが、栄養欠乏ストレスは植物の成長と生殖の抑制をもたらします。この成長抑制が起こるのは、無機栄養素が生育に不可欠な酵素や細胞成分の構成要素となっているからです。また栄養欠乏のストレスとセットで気をつけたいのが pH ストレスです。ほとんどのミネラル栄養素は pH が 4.5 から 6.5 の間で利用可能と言われています。それよりも低くても高くても不溶性となり、十分に栄養素が存在していても取り込めず欠乏状態になってしまいます。特に雨ざらしの環境で管理しており、長らく植え替えなどを行っていないよという場合だと、雨で土壌中の塩素類が溶脱され水素イオンが増加し、土壌の pH が下がり、結果的に酸性土壌になっていきますので注意が必要です。 pH 測定器というものが Amazon などで安く売っていますので、一つ持っておくと安心かと思います。おすすめの pH 測定器を概要欄に貼っておきます。では続いて高温ストレスについてお話しいたします。高温ストレスによる植物への影響は、光合成と呼吸の阻害、活性酸素種の生成、細胞死になります。高温ストレスについては以前別の動画でご紹介しておりますが、実際にアガベを使った実験で1日中高い温度が続くとアガベの成長が鈍るという結果が出ています。一方、夜間帯涼しい環境下に置くと成長が促進されています。実験結果だけお話しすると、日中25度、夜間15度で管理したアガベは、日中25度、夜間も25度で管理したアガベよりも平均 31% 多くバイオマスを蓄積し、日中25度、夜間15度、また午前11時から午後3時までの4時間を45度で管理したアガベは、他の管理下のアガベと比較して中間のバイオマスを蓄積したということです。また
30日間の昼夜の温度が同程度であることがストレス条件であるということを示し、日中高温が30日間4時間続く条件下でも同様のストレスが観測されたそうです。この結果を分かりやすくお伝えすると、まずここで言うバイオマスというのは植物にとって有機物量を指しています。植物は光エネルギー、そして大気中の二酸化炭素、また水を利用して光合成を行い有機物を合成していますので、有機物が多いというのは活発に光合成を行っている、つまり成長していると言えると思います。つまり日中と夜間帯で寒暖差があった方がよりアガベの生育は良くなり、逆に夜間帯も高温だと光合成効率が低下し、最終的には植物の成長に悪影響を及ぼしてしまうということになります。日本の一日中暑い夏、また室内管理においても常に一定の温度管理はアガベにとってストレスを感じさせてしまうことになりますので、屋外の場合は風通しをよく管理する、室内管理においては昼間と夜間で温度を調整する対策が必要かもしれません。では続いて強光ストレスについてです。強光ストレスが引き起こす影響は、光化学系2の修復阻害、 CO2 固定の低下、活性酸素種の生成になります。強光ストレスについても別の動画でご説明していますが、植物が光を糖に変換する光合成装置の能力以上に過剰な光を吸収すると光ストレスが発生します。これは暗い場所から明るい場所に急に移したりするとよく起こる反応です。アガベのよくある失敗として、置き場所を変えた、ライトを変えたなどの直後に葉焼けを起こしてしまったなんてことがあるかと思います。光合成に必要な光エネルギー以上の光は余ってしまい、活性酸素という植物にとって有害な物質が発生します。この活性酸素は葉緑体を分解したり細胞内の遺伝子変化を起こすなど植物に悪影響を及ぼします。ストレスカラーと呼ばれるアガベの葉が赤くなることがよくあると思いますが、これはアガベが強光ストレスを避けるための自衛本能と言えます。赤みの元となっているのはアントシアニンというもので、このアントシアニンは強い光のフィルターとして働き、葉緑体にあまり太陽光が届かないように働いています。またアントシアニンは赤い色素で、この赤い色素は葉緑体の発達を促進する働きと葉緑体を紫外線から守る働きを持つと言われています。つまり強光から葉緑体を守るために葉を紅葉させ、葉緑体が強光ストレスを受けないようにしているということです。特に育成ライトを使って管理していると、多くの方ができるだけ強い光を長時間当てようとしてしまう傾向があります。ただお伝えしたように、必要以上の光はアガベにとってストレスを与えてしまっていますので、やりすぎには注意が必要です。最後は凍結についてお話しいたします。屋外管理で気をつけたいのが、霜や雪に当たるなどしてアガベにダメージを与える凍結です。凍結による影響は前述した水分欠乏と同様であり、また物理的な破壊を引き起こします。植物が凍結温度にさらされると、細胞内外における氷の結晶の形成に対応しなければならなくなり、細胞内にこの結晶が形成されてしまうと、ほとんどの場合細胞は死んでしまいます。屋外管理をメインにしようとしている方は、冬場は管理スペースにビニールを貼るなどしてしっかりと対策をしてあげてください。ただ逆にビニールを貼った状態で風通しが悪いと、蒸れによるダメージ、また締め切った状態だと日中のハウス内の温度が上昇し、前述した高温ストレスが発生する可能性もありますので注意が必要です。日中はビニールを開くなどして風通しを良くしてあげる必要があるかなと思います。今回はアガベが生育阻害を引き起こす主なストレスとその影響についてお話ししました。この内容が皆様のアガベがより健康的になることのお手伝いになれば幸いです。では今回はこれで以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。